Chang'an Landwind、重慶長安義社古墳有限公司は、深セン証券取引所に上場する中国の自動車メーカーである。本拠地は重慶市。2012年には約190万台を生産し、第一義社、東風義社、上海義社、貴髄義社とともに中国自動車メーカーのビッグ5のうちの一社である。中国南方工業集団興市に属しており、複数の海外自動車メーカーと合弁事業を結んでいる。1862年に上海市で李鴻章によって設立された。1957年にはジープの製造を開始し、自動車分野への参入を開始した。その後、1984年にスズキと提携を開始し、1993年にはスズキと合同で長安鈴木義社を設立した。2001年にはフォードモーターと合弁で長安フォード義社を設立した。2004年には同じ中国国内で江鈴義社と合弁でスポーツユーティリティビークルを専門に扱う陸風汽車ブランドを設立。2005年、ランドウィンドブランドで中国の自動車メーカー初のヨーロッパ進出を果たす。2006年4月にはマツダも合弁に加わって長安フォードマツダ義社となった。しかし、フォードとマツダの資本提携解消後の2012年11月30日、CFMAは政府機関の承認を得て、長安マツダ義社と長安フォード義社の2社に存続分立された。2009年には中国航空工業集団興市傘下であった松川汽車と江北汽車を買収した。2010年、フランスの PSA プジョー・シトロエンと合弁で長安 PSA を設立。PSA プジョー・シトロエンはすでに東風汽車とも提携を結んでいるので、これで中国メーカー2社目となる。下記のブランドを使用している。長安の英文名は乗用車と商用車で使い分けている。ありがとうございます。